彼はもう人ではない。世界から恐れられるモンスター。面を上げよう。私がチェリー国王だ。いやー、昨日丸一日で、テレビ台、冷蔵庫も開封したし、あと何や、なんかやりましたわ。あ、これ椅子か。椅子もやって、一晩ねここに寝ました。起きたらこれもんですわ。ほんまがっつり寝癖、まあなかなかね満喫してますよ。ちゃんとあのテレビで D アニメも見つつ、もう反対側ちょうどアニメ見てたから。ほんでね、そんな話は置いといて、今からこれですわ。これ多分ソファと多分あっことかテーブルあると思うんですよね。なんかあっちにも段ボールいっぱいあるんですけど、もうテーブルソファーがやっぱりこの部屋にはもう必要不可欠。飯食うためにはそれがなかったらダメでしょ。それはねもう今から、もう朝ですわ、9時、がっつり作っていって、まあどんな感じだったんやっていうね、できるとこまで多分ほとんど飛ばすと思いますけど、まあ気合で作っていったりますわ。ソファーとテーブルが思いのほか楽にできてしまったんで、これほんま本元のメインですよね。今後国王の生放送なり、まあ編集とかもねやるであろうパソコンのデスクですわ。そちらの方もねちょっと一気に作っていって、できてからしっかり全部紹介しますよ。まあ、パソコンの設置はねちょっと配線やら何やらなんか段ボールに入れてるからどこ行ったか分かんないんで、とりあえず机作るところまでガッチガチで行ったるよ。ガチで行ったる。ガチガチで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 机、ソファー、机、もうだいぶね紹介というよりかはもう雑になってきてますわ。作りたい作りたいで、はよなんか撮っとったらマジで時間かかるんですよ。カメラの位置とか言ってね気にせなあかんから、もう作ってからでええかと。で作ってどんなんやいうのをこう今からねじっく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 り見せていきますわ。はい、とりあえずねこの机、まあちょっと今見た iPhone すごいわ、色味変えてくれる。ちょっとこっちだと黄色っぽいんよ。これなんかこじゃれてない？もちろん大理石じゃありませんよ。なんつったよ俺、大理石じゃありません。なんか木やけども、遠目から見たら結構大理石に見えるよ。うん、騙しだけど触ったら即バレ。うん、あと置く音完全に木でしょ俺。いやーよくない？これだいぶでかいですよ、はっきり言うけども。今ね、あ危ない危ない、これあかんな、座ったあかんわ。今ひっくり返りそうになった。でこれね、ここ見て、ここがねなんかレバーみたいについてるんですよ。わかるかな？あれ上がらへんな。あれちょっと待ってや、押すで。あれあーいや今見た、わかる？今踏んだよ俺これ。ちょっと拾って、音聞いて、ほらへこんだ。これね今覚えといて、ここの高さ関係覚えといて。なんとなくこんな感じね、覚えといてよ。これねグカーン踏んだら結構あいった、見た、ほらわかるかな、めっちゃ高なった。今高さ上げたことによって結構上がってるの分かります？多分最初取ったやつやったらほんまもう10センチぐらい低かったんですよ。ちょっと今見とって、これの分かりたい、痛い、これ見とって、こっから一気に激減されるんだ。こういう感じで、こんな感じで、あ、ちょっと待って、最後ね、すぐこの状態でガコンと足離さない、こうやって、そう、ほんでほら、これちょうどいい高さ。ここでまあこれからねラーメンなりなんなり、まあ生放送もここでやるかもしれません。ぐーっくうよ、これよくない？ちょっとねなんか安定感悪い、安定感悪いというか、まあ俺の作り方が悪かったんかな。ちょっとねこうグラグラする、あのほんま揺すったらやけどね、こうゴンゴンゴンとかやったら、普通やったら別に何も揺れへんけど、ああいいね
ちょっとなんかこじゃれてない？おう、これが国王の机ですね、これからの。ほんでちょっと次ソファ行こうか。慌ててこうたらもうミス。これ本来やったらね、ここがグレー、これブラックなんですよ。この引き出しになってるね。ちゃんと収納あるよこれね。収納も考えて買いました。ここの色が本来やったらグレーなはずなんや。でここがホワイト、こっちグレーにしてもうたんやんけ。なんでブラックなんか知らんけどね。ちゃんと見ろよっちゅう話だけど、なかなかいいよこれ。ここもどっちだったっけ、これ合ってんのかな。こっちに収納あるんですって。でね、これあの継ぎ目わかる？ここ2つね継ぎ目あるんですけど、もし友人なりなんなりがね来客した場合はこれをガポッと取ってここら辺に配置すると。そしたらこう L 字型にね、まあちょい L 字になってるって感じやけど、完全なる L 字型に作れるってわけ。まああっちでもええしね、置くんやったらあっち側でもええし。うわどう、まあなんかこう大理石のっぽい色とまあマッチしてるような感じはしますよ。で早速ねこんなクッションとかも置いちゃってガッチガチですわ。うん、なかなか、触り心地で、これねこういう感じで机にもなります。ここまあここでねゆっくり酒でも置いてグー飲みながらね、ガコーン飲みながらやれるっちゅうわけですわ。でフラットにもなるから、今ちょっとこのここにね壁があるからフラットにできないんですけど、フラットにしてちょっとベッドにもできるみたいな。うん、もし急遽誰か泊まらなあかんいう状況になったらこれをベッド代わりに使ってくれよっていうことで、そういう対策もね兼ねてこのベッドにしました。ベッドじゃないもうベッド言うて持ってるやん、あのソファーねしましたよ。なかなかね悪くないでしょ。ちょっとこう王様感出てない、あんま出てないから、そんな高ないからね。うん、言うて数万ぐらいやったよ。数万はするわな。まあそんな高ないですわ、はっきり言うけど。ほんでこのままちょっと机行きましょうか。これなんかこう見たら綺麗な色にも見える。なんかこれね俺間違えてたとか思ったんやけど、合ってました。やっぱり注文履歴見たらガチガチってか、めっちゃでかいこれ。前の机ね多分幅で言うたらもうここら辺までしかなかった。奥行き60センチやったの確か。これね80ぐらいあるから20センチ増大、ほんまこのぐらい伸びてるよ、はっきり言うけど。全然可動域ちゃうってこれ、使えるあの幅がえぐい。これなんか IKEA のトロッテンってやつIKEA なんかよう名前あるけどね、いっぱい。あでこれまたマッチしてるでしょこれ。これ誰か教えて、これ覆ってる、これなんか浮き上がってんねんけど、これ多分間違ってるやんね。これ浮き上がるもんな、なんかなんぼ引っ張っても浮き上がんねんけど、こう後ろでねこうなんかグリーンと回してきたんですよ。よう分からへん、俺が間違ってんのかなこれ。もっと内側に入れろってこと。こんなもんなんかな、分かりまへんわ。まあ浮いたったところで別に何の違和感もないからええけど、なんかこいつがねちょっと浮いとんねん。やっぱ誰かちょっと教えて、分かれへんわ俺。説明書見てもなんか載ってなかったからね、分かりまへん。でここに座って言うたらグーンとこうガタガタガタ行くわけ。あほんでねこれの一番のあのええところ、まあ国王ねヘルニアやいう動画出しました。でヘルニアやから言うてちょっとこう小町な椅子座ろうか思って、この AK レーシングのやつ買おうて、で机にもちゃんと細工入れてますよ。あの電動のやつにしようかな思ったんですけど、なんか電動のやつ別にそんなむちゃくちゃ上げ下げせえへんかなと思って、もう答え言うてもだけど、上げ下げ系、これじっくり見てこういう感じでレバーついてます。これ引いてくる、ほんで下げたかったらもうこっちに回すと。今これ下がってるよ、はっきり言うけど、これ完全に下がってます。わかる？見て、わかるかな？これこれちょっと待ってや、いやこれわからんなちょっと待って待って、どうしよう。まあなんかなんとなくここ見とって、今上げてます、今上げてる途中。わかる？わかりにくいな。あ、向こうのベッド見とって、向こうのソファ、ほらソファ隠れた、これえぐいぐらい上がる。ほんで別になんかその回すのも重くないんよ、めっちゃ軽い。そう、これまで上げてどうすんのお前って、そうなってくるでしょ。完全に上げた姿の時ちょっと見せますわ。こういう感じでちょっと俺ねやっぱあの座りすぎたらほんまに首痛い時があるんで、体勢もねもともと悪いから、ここでもうスタンディングでいっちゃおうかなと、もうスタンディングオベーションで手だらけながらやったのかなって思ってますよ。うわこれめっちゃ楽、こうやってねこんなんするよ。
あったがだがだ、キーボード弾き上がるぐらい叩いてあるよ、ほんまに。うわ、これめっちゃ楽やわ。あ、立つん楽やな。ほんでこれちゃんと見とって、下げるとき、こう回し方見とって。あ、ちょっと回し方、これ真似して、ちゃんとこんな感じ、今見た、こんな感じで壊れるからやめとこう。早速壊れた俺、半泣きになるぞ。半泣きがマジで泣きますわ。まあこんな感じで、ちょっと座るやつでやるときはこう下げていって下げていって、ほら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 、これが国王の次から生放送の画面には確実になりますよ。どこにカメラもわかんけど、こんな感じ今見た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 。ガチンコで冷や汗かいたわ。まあすぐ国王は修復するけど、まあ高さ的にはどうやろうな、こんなもんかな。まあ机の位置はまた後で変えるとは思うけど、もう適当にね。なんかもう分からへん、どうしたらいいか。もう多分何もかもちょいちょいずつは動かすと思うけどね、もう今のところ仮置きやから。こんな感じでガタガタガタっとやると思いますよ。ここにモニターダツン置いてね。ほんで長さもね、これ160センチなんですよ、横幅。俺前のやつ120センチだから、ほんまこんな感じだったわけ。ここぐらいまでしかなかったんや。ぐーん伸びて、もうすっごい置き場所が増えたからね、最高。まあ色はこれちょっとほんまセメントみたいな色してるから微妙ではあるけど、ソファーとなんか色が似てるからまだ OK、 ギリギリ。これが逆側の景色どう？俺ちょっとほんまに怖いですわ、これは。もういよいよほんまに自分が怖なってきた。バケモンバケモンってねえ、なんか言うてましたけど、冗談やったん全部。これほんまものバケモンでしょ。バケモンいうかもうほんまもの国王になりつつあるかもしれん。今までやったらもうなんか小汚い王みたいな国王やったわ俺。これガチガチやん。俺ほんま動画撮るの忘れたけど、空飛んどったで、この部屋で。ほんまにアラレちゃんみたいにビューって空飛んで大騒ぎしとってんから、撮っとけよかった。ほんまにまずはなんとかね、家の形はできてきました。とりあえずさっきのね、反対側から見た時に見えたかもしれんけど、ダンボールがやばいんですよ。もうなんなんこの段ボールっていうぐらい、業者みたいなぐらい段ボールがねあるんで、ちょっとそれも片付けないとダメなんですけど、いやー、こんなんしてみたかったよ。ここにこんなんね、またがえて、またがえてというかもうね、こんなんやってみたかったよ。ちょっとね、実はというとこれなんかこうキャバクラみたいなをイメージした感じはありますよ。国王をイメージしたとは言ったような気するけど、まあなんかそういうお店をなんかこうイメージして、飲み屋ですね、イメージ的には。まあ生放送でも使えるんちゃうんかなと思って、この場所飲み屋っぽさをちょっとイメージしました。はい。ほんで机もね、なかなかええ感じなやつをゲットできて、次はやっぱりあれですわ、パソコン用意せなあかん。パソコンモニター配置する、そのね配置するグッズもね、いろいろ購入しましたんで、次回はパソコンを設置していく、その作業しないと編集できひんから。もう何本も何本も動画撮ってるからね、もう5、6本ぐらいストック溜まってる状況今だから、次パソコンやっていくんで、じっくり国王のカッコつけ方見とってください。ものすごいカッコつけるアイテム作ったんでね、楽しみにしとってください。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。